皆さんこんにちは。アニキャストメーカーショーケースの案内役を務めます ABEX テクノロジーズの岩永です。 ABEX テクノロジーズは ABEX グループにおいてテクノロジーを活用した新たなエンターテインメントを創出する新規事業になっております。今回ご紹介いたしますアニキャストメーカーは VR 空間にスタジオを作り、キャラクターやカメラマンを自由に動かすことで簡単な短尺アニメを一人で制作できるツールです。エキシビさんと共同で研究開発を行い、2019年9月にアニキャストメーカーのプロトタイプ版と商用版の開発を発表させていただきました。今回は商用版について発表いたします。 ABEX テクノロジーズがパブリッシャーとしてアニキャストメーカーを Facebook が発売する VR デバイス Oculus Quest、 Oculus Quest 2に向け開発いたしました。発売は日本時間の4月16日です。お待ちいただいた皆さんには心より感謝しております。これからよろしくお願いいたします。冒頭でご紹介した映像は今回発売するアニキャストメーカーの PV です。ここで描いた体験を皆さんにご提供したいと考えております。ここからはデモンストレーションを行いながらアニキャストメーカーについて詳しくご説明いたします。ご覧ください。皆様はじめまして、 ABEX テクノロジーズの小牟礼と申します。アニキャストメーカーは VR 空間内にスタジオを作り、誰でも簡単に短尺の映像コンテンツを制作することができるツールです。演技をする、カメラで撮影する、背景や小道具を置くなど、さまざまな役割をすべて一人で簡単に行うことが可能です。それでは早速デモンストレーションをご覧ください。こちらがアニキャストメーカーの初期画面です。メインステージというモードです。キャラクターや小道具を置いてシーンを作れます。操作は左右のコントローラーで行います。このウィンドウにカメラの映像が出ています。キャラクターなどのアセットは左コントローラーのパネルのライブラリボタンから呼び出します。ライブラリにはキャラクターモデルや背景などアニキャストメーカーで使えるアセット一覧が並んでいます。上部のタブでアセットのカテゴリーを選択します。モーション、背景、小道具、楽曲です。アセットを配置するには右コントローラー先端のカーソルをアイコンに当て、グリップボタンを握り手前に引き出します。取り出したアセットは VR 空間内の好きな位置に配置します。カメラマンの目の前に配置したためウィンドウにキャラクターが表示されました。同様に背景も配置してみましょう。ライブラリのタブから背景アイコンを選択、左コントローラーのスティックでスクロールし使いたい背景を取り出します。背景を取り出したらキャラクターと合うように位置を調整しながら配置していきます。背景に合わせてキャラクターの位置を変えます。シーンが完成したのでキャラクターになりきって演技するアクターステージに移ります。ウィンドウ上部の5つのボタンでステージを切り替えることができます。アクターステージに移りました。自分がキャラクターになりきっている状態です。自分の動きに合わせてキャラクターも動きます。ウィンドウ左下のレックボタンを押すとカメラの録画がスタートします。
録画した映像はウィンドウ右下の再生ボタンで確認できます。続いて映像にカメラワークをつけるカメラステージに移ります。カメラステージに移りました。カメラマンになりきってカメラを操作できます。両手のコントローラーでカメラの持ち手を握ります。持ち手が黄色くなったら握れている証拠です。カメラのレックボタンを押すと録画を開始します。録画した映像はアクターステージ同様ウィンドウで再生することができます。最後に録画した映像を出力するレンダリングステージに移ります。レンダリングステージに移りました。録画した映像を MP4 の映像データとして書き出すことができます。左コントローラーのレンダリングボタンを押し、録画したデータの一覧からデータを書き出したいショットを選択し、リストの下のボタンを押します。レンダリングを開始しますという表示が出るので、チェックボタンを押すとデータ出力が始まります。レンダリング中はこのようにプログレスバーが表示されます。レンダリングした映像は VR デバイス内で確認できます。一度アニキャストメーカーのアプリを閉じ、Oculusのホーム画面に戻ります。そしてアプリからテレビを選択します。テレビの閲覧、チャンネル、あなたのメディア、保存済みの中からあなたのメディアを選択します。保存されている映像一覧に先ほどレンダリングした映像が並んでいます。以上でデモを終了いたします。最後にレンダリングした映像をご覧ください。開発に関するこれまでの経緯についてお話しさせていただきます。昨今キャラクタービジネスにおいて Twitter などの SNS が普及したことによって二次創作の存在感が増してきております。また YouTube などの動画投稿サービスが普及したことにより短尺の映像コンテンツの需要が高まっております。そのような中、私たちは VR デバイス Oculus Quest、 Oculus Quest 2向けにアニキャストメーカーを発売いたします。 Oculus Quest、 Oculus Quest 2はゲーミング PC などその他の機器は不要で、単体でご利用いただくことができる VR デバイスです。今回のアニキャストメーカーは短尺の映像コンテンツの二次創作を制作することにフォーカスしております。具体的には最大15秒のワンカットの短尺アニメを既存のキャラクターなどのアセットをご利用いただいて制作することができます。ご購入いただくと最初にお使いいただけるキャラクターが2体入っております。1キャラ目はオリジナルキャラクターのジェーン、もう1キャラクターが大日本印刷様のクリエイターサービスファンズプロジェクトの公式キャラクターファンズちゃんです。その他周辺素材といたしまして 2D、3D の背景、モーション、
小道具 3D モデル、楽曲が入っております。制作した短尺アニメは Facebook、YouTube、Twitter にアップロードしていただくことができます。 Facebook には VR デバイスから直接アップロードすることができます。 YouTube と Twitter に投稿される場合はまず VR デバイスをお手元のパソコンに接続し、映像データを VR デバイスから取り出して PC 等から投稿いただくことができます。これらの詳しい方法につきましては後日アニキャストメーカー公式サイト上などで説明させていただきます。いかがでしたか？ ABEX テクノロジーズは今回のアニキャストメーカーはいわばエントリーモデル、そしてバージョン 1.00 と位置づけております。皆さんが継続してご利用いただけるために今後もより便利に使いやすくなるようアップデートを重ねる予定です。さてこのアニキャストメーカーを皆さんが継続してご利用いただくためにアニキャストメーカーでお使いいただけるアセットとしての素材をご用意いたします。アセットは皆さんが短尺アニメを作りたくなること、作った短尺アニメを他人に見せたくなることが重要と考えております。そこで私たちはさまざまなゲーム会社様やアニメの制作委員会様など各社から公式にコラボさせていただくこととなりました。そこでコラボさせていただきます各社様から映像コメントをいただきました。ご覧ください。すごい操作性はとてもシンプルで思ってた以上に簡単に動かせるんですけれども、その中ですごい自由度が高いので思ってた以上にこう面白いこととかユーザーそれぞれで個性が出るような映像だったり、ある種作品が作れるんじゃないかなというふうなのをすごく感じました。こちらのアニメのグリッドマンなんですけれども、電光超人グリッドマンベースとなった作品をもともとご覧になっていた方々が、多くスタッフとして、関わっております。はい、なので例えばなんですけれども、この、アニキャストメーカーを通じて何かクリエイティブ的なことを、された方々が、何かこう未来の、グリッドマンだったり弊社の作品だったりに、携わってくれるんじゃないかなということを期待しています。とにかくこうアニメを作るクリエイターがもっともっと増えることですね。今回のアニキャストっていうものはこう VR という技術をツールとしてこれまでよりはるかにアニメーションを簡単に作れるようになるってことなので、今後もっと VR という技術を用いてアニメを簡単に作れるようになって、そのクリエイターがたくさん増えることをとにかく期待しております。とにかく東京クロノス作品はこうキャラクターの関係性がとにかく大事な作品なので、まさにアニキャストを使って、東京クロノスのさまざまなキャラクターを組み合わせていろんな関係性を表現していただけたらこう一番嬉しいなというか、それを僕も見るのを楽しみにしております。まず最初に思ったことが、これがオキュラスクエストで動くんだと。キビキビ動くし、画面もめちゃくちゃ綺麗だし、そこがですね、まず、僕らもですね、こういろいろ技術のことやってるんで、率直にすごいなって思いました。そうですね、アニキャストメーカーって、すごく直感的に動かすことができるんですよ。いろんなソフトあると思うんですけども、その中でもこの VR で映像を作ったりとかっていうのができるっていうのは、革新的だなっていうふうにすごい感じたので、クリエイターの皆さんにこのアニキャストメーカーを使ってですね、たくさんの映像を作っていただけたら世の中ちょっと変わるんじゃないかなと思ってます。子どもの時におもちゃを使っておもちゃの人形を使ったりとかレゴを使ったりとかして遊んだ時の感覚というのがものすごくその思い出される感じで、すごくこれから何を作っていこうかっていう楽しさとワクワクというものを感じました。カメラのアングルをこういろいろ動かして決めて、最終的にこのアングルで行こうっていうのを何度も 3D 空間上 VR でトライして、答えをこう見つけられるっていうのができるっていうのはものすごく大きいですね。まず、映画大好きポンポさんという作品自体が映画を作っていく話ですので、主人公のジン君に、ユーザー自身がこうできればこうなっていただいてですね、でポンポさんの、劇中のセリフでもあるんですけども、女優を、綺麗に撮れればそれでいいというようなポンポさんの名言があるんですけれども、その言葉
通りにというか その言葉、もあるように、まあ、ミスティアさんや、ナタリーやポンポっていうものをですね、こう美しく、綺麗に撮ってくれるような作品があるといいですね。まず VR を使った直感的な操作方法がとても新鮮で、実機を見せていただいてすぐ自分でも動かしてみたいと思いました。特にですね、自分がキャラクターに入って演技をするという体験はなかなかできないと思いますので、それが誰でも手軽にできるというのはすごいですね。ライザーのアドリーは多くの反響をいただきまして、続編の2と合わせて世界累計出荷100万本を突破いたしました。これもですね、ユーザーの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。アニキャストメーカーではそんなライザーたちを皆さんが動かして映像作成できるということで、新しいライザーたちの魅力を引き出していただけるのではないかと期待しています。そしてユーザーの皆さんの作った映像をきっかけに新たなライザーを知ってもらったり、より好きになってもらったりしたら嬉しいですね。各社の皆様、動画コメントをいただきましてありがとうございました。ここで皆様にコラボアセットについて説明させていただきたい点がございます。今回発売させていただくコラボアセットは2種類ございます。まずキャラクターモデル入りパックです。こちらにはキャラクター 3D モデルと周辺素材、画像、小道具、モーション、楽曲が含まれております。また周辺素材パック、こちらの中には周辺素材のみが含まれております。これらのコラボアセットは追加ダウンロードコンテンツとして発売させていただきます。また各パックに含まれるアセットの内容はパックごとに異なっておりますので、あらかじめご注意ください。なおパックによりまして他の作品のアセットと併用できないものがございますので、こちらもご注意ください。これらの詳しい内容や発売時期につきましては適時アニキャストメーカー公式サイトなどで発表させていただきます。またその他の機能といたしまして、オキュラスクエスト、オキュラスクエスト2をお手元のパソコンにつないでいただくと、お好きな画像をアニキャストメーカー内で背景としてお使いいただくことができます。例えばスマートフォンで撮影した写真をアニキャストメーカーの中で背景としてお使いいただくことができます。なお画像以外のアセット、 3D モデル、モーション、楽曲につきましては入れることができませんのでご注意ください。また今後発売するコラボアセットの中に好きな画像と組み合わせて使うことができないものがございますので、こちらもご注意ください。これらの詳しい方法につきましては後日アニキャストメーカー公式サイトにて説明させていただきます。いかがでしたか。今回のアニキャストメーカーショーケースも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。ここからは皆さんがアニキャストメーカーを使いやすくなる取り組みをご用意いたしましたのでご紹介いたします。こんにちは、 ABEX テクノロジーズの増田と申します。アニキャストメーカーは面白そうだ、だけど制作ツールには過去に挫折したことがある、そう悩まれる方々もいらっしゃるかと思います。もちろんアニキャストメーカーのアプリケーションの中にチュートリアルがございます。また公式サイトに取扱説明書もございます。一方でさらに皆さんがアニキャストメーカーをご活用いただくため、いくつかの敷居を下げる取り組みをご用意いたしました。まずはチュートリアル動画です。こちらのアニキャストメーカー公式 YouTube チャンネルにて先ほど配信開始いたしました。チュートリアル動画はアニキャストメーカーで短尺動画を作る工程を細かく分け、24個の動画から分かりやすくご理解いただけます。もしアニキャストメーカーを操作中に分からなくなったら、すぐ調べて疑問を解消できることを目指しました。 VR デバイスを外してパッとスマホからチュートリアル動画を見る、そうした使い方をいただければ幸いです。またアニキャストメーカーの使い方を楽しくご紹介するために公式番組を始めます。画面に掲載されているスケ
ケジュールで配信いたします。またご覧いただいているこのチャンネル、アニキャストメーカー公式 YouTube チャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。アニキャストメーカーは今後も様々な取り組みを計画中です。詳細は適時お知らせいたします。今後のお知らせは公式サイト、公式ツイッターや公式フェイスブックページをご覧ください。 URL やアカウントは画面にございます通りです。フォローいただけますと幸いです。さて最後のまとめになります。アニキャストメーカーは VR を活用したアニメ制作ツールです。 ABEX テクノロジーズはこの新しい体験をまずはバージョン 1.00 として4月16日より販売いたします。そして今後もアップデートを重ねていきます。今回発表したもの以外にも様々なコラボアセットやキャンペーンを計画中です。今後の続報をお待ちください。アニキャストメーカーに関するご意見ご要望がございましたら、アニキャストメーカー公式サイトのお問い合わせから私ども宛にご連絡をくださいませ。今回のアニキャストメーカーショーケースは以上になります。ご視聴ありがとうございました。